うしよう。ファルザン先輩はまだやることがいっぱいあるみたいだ。師匠は緊急じゃないって口では言ってたけど、私知ってるんだ。師匠はもう何日もガンダルバー村に戻ってなくて、パルディスティアイでずっと何か忙しそうにしてる。ファルザン先輩にはちょっと申し訳ないけど、でもそのせい…うん、師匠はきっと…じゃあ私も残って手伝った方が…うん。はあ、妙論派の行為を受けぬなら知論派の生徒に授業をしなければならんと。ただいま、ファルザン先輩。旅人が残って手伝ってくれるらしいんだ。ほう、それは願ったりじゃの。ちょうどアザールを懲らしむ。そうか、ならばよい。実は今シロン派で選択科目の授業を開くべきか、それティナリから聞いているかどうか知らんが、わしの研究方向は各種遺跡とその中の仕掛けに関するも。わしが所属する学派はギミックを研究する妙論派でも、エネルギーの流れを研究するソロン派でもない。言語や文字を専攻とする知論派なんじゃ。妙論派は何度かクシャレワー学院で研究を続けるようにと先輩を誘ったのですが、全部断られてしまいまして。奴らが自分たちをどう紹介したか聞いてみ。クシャレワー学院はこれから先において唯一仕掛けを研究する能力を持つ学院である。じゃと。ふん、学術研究において唯一なんぞないわ。それにギミック術の現代生活への応用に重きを置く今の妙論派は、戸籍を考察するわしの研究方針にそぐわん。もし奴らがまた共同研究の件を講じずにわしに考え直せと言ってくるようであれば。今回は違います。アジャンタ彫刻展から正式に招待状が届いているんです。妙論派の責任者がファルザン先輩を推薦したんですよ。これも彼女が個人的に先輩に対して尊敬の念を持っているからこそ。これは彼女から直に聞いた言葉です。ほう、尊敬者と。ふん、おはん、研究方針をこととしておることは別として、妙論派の姿勢は評価に値する。少なくとも知論派の旧木どもよりはマシじゃの。アジャンタ彫刻展か、あそこは私も結構いい印象だった。うん、お前とコレイがそういうのならばひとまず聞いてやろう。はあ、やっと。おほん、簡単に説明すると、アジャンタ彫刻展は子供の知識に対する好奇心を幼い頃から育てられるような、楽しみながら学習できる知育玩具をいくつかデザインしようとしています。ほう、知育玩具、面白いではないか。教練員が彼らに協力するのも、これらのおもちゃが将来より多くの子供たちを立派な学者にすることを願ってのことです。確かに今の教練員は新風を吹き込むべきじゃ。今から育てればわしも今後その中からいい人材を招くことができるかもしれんな。ファルザン先輩、やっぱりまだ学生が来てないんだ。妙論派責任者のアニスは今オルモス校の旅館で休んでいます。少しでも興味を持ってくださるようでしたら、そのあたりで彼女を探してみてください。オルモス校か、
ずいぶん久しぶりじゃの。当時と比べれば相当変わっておるじゃろ。オルモス校か、ちょっと遠いな。私は戻って師匠に報告して今日の宿題をやらないといけないから、一緒に行くのは無理かも。案ずるな。コレイは自分の勉強に専念すればよい。わしもこっちのことを終えたらパルディスディアイまでお前たちを探しに行こう。それはありがとう。伝説の旅人を間近に観察できるとは、学者の好奇心を満たすまたとない機会じゃな。これでやっと上に報告できます。本当にありがとうございました。あなたたちがいなかったら、この大先輩をどうやったら説得できるか本当にわからなかったところです。全部どうしてこんなに大変な仕事を私が。先輩、本当に先輩なんですか？気が変わられたのでしょうか？待て、先に言っておくが、わしはクシャネワー学院に興味を持ったわけではない。共同研究の状況を確認しに来ただけじゃ。何しろお前たちは教令員を代表して共同作業に参加しておるのじゃ。もし何かあったら全学者の評判が落ちることになる。そんな大事を放っておくわけにはいかぬわ。とにかく先輩に来ていただけて何よりです。この何日か私たちはアジャンタ彫刻展にいろいろ提案を出していたのです。でも担当者はいつも私たちがデザインした構造は複雑すぎてコストを抑えられないとか言って。想定内のことじゃ。経費の申請を却下された経験があまりない学生たちはコストを抑えることの重要性を理解できぬのじゃろう。羨ましい限りじゃ。うん、もし先輩が妙論派に来てくれるのなら、財政状況がいくら厳しくても学院はきっと経費を出してくれるはずです。もうよい。同じことを二度も話したくないからの。まずはアジャンタ彫刻展の担当者に会わせてくれ。ええ、わかりました。私有ボランティアを集めるため彼はあちらの坂道にいるはずです。それでは向かいましょう。私が推薦した例の先輩が来てくださいましたよ。え、あなたがファルザン先輩ですか？うむ、そうじゃ。わしがファルザンじゃ。よかったです。ここ数日共同研究の進捗が芳しくなくて、こちらもいろいろと提案してみたのですが、遊び方が簡単すぎてチークにならないとアニスさんがおっしゃって。何しろこのチーク玩具は教令員が未来の学者を養成するためのものなんですから、簡単すぎると普通のおもちゃとは変わらないでしょ。でもあまり複雑な構造だとコストがかかりますし、第一私たちの生産能力じゃスメール中の子供たちに普及させることなんかできなくなっちゃいますよ。
構造はあまり複雑すぎず、遊び方も簡単すぎてはならぬということか。ファルザン先輩がお残しになったノートには、簡単な構造なのに複雑な機能を実現した仕掛けがたくさんありましたよね。それをチーク玩具にも応用できないでしょうか。ノートに書きつけた仕掛けのことか。あれらはわしの作品ではない。わしはただ遺跡にあった仕掛けをすべて解体してみただけじゃ。じゃがそう言われてみれば、先人の遺産の中には確かにそのようなものがあったの。ペンと紙、あとハサミはあるか。紙で試しに再現してやろう。もうアイディアが湧いてきたんですか。さすが教令員の大先輩。あ、もちろんありますよ。先輩、どうぞ。これだけですか。説明するぞ。この3本の太い線を3本の杭とする。そしてこの長さの違う紙切れは大きさの異なる円盤を表しておる。これらは杭に積み重ねられるんじゃ。塔のようにな。この構造であれば想像以上に作りやすそうです。でも一体どう遊ぶんですか。それもとても簡単じゃ。この杭にある塔をこのままもう一本の杭に移動するんじゃ。先輩、それはちょっと簡単すぎませんか。チーク玩具にしては。もちろん、それぞれの円盤、つまり紙切れを移動するときには一定の規則に従わねばならん。一度に一つしか移動できぬのじゃ。そして大きい円盤を小さい円盤の上に重ねてはならん。塔を建てるときと同じように、この3本の杭にある円盤は小さいものが上になるような順で積み重ねる必要があるんじゃ。このおもちゃをスタックの塔と名付ける。スタックの塔。あまりにも簡単すぎませんか。私もそれはちょっとと思いますよ。簡単かどうかやってみればわかるじゃろ。アニスから聞いたが、お前たちはこの近くでボランティアを募集して試しに遊んでもらうそうじゃな。早速そやつらに試してもらえばよいのじゃ。でもこんなに簡単なおもちゃ、ボランティアを募る必要もないと思いますけど。マムド、先輩の言うことを聞いてください。え、わかりました。ルールはこんなところじゃ。一番少ない移動回数で塔をこのままもう一本の杭に移動できるのは誰か試してみるがよい。こんな簡単なおもちゃのためにみんなを呼び出したのかよ。そんなにかからないと思うけど。まあまあ、新しいおもちゃで遊んでみるってマムドお兄さんと約束しただろ。
そしたら七星召喚の新しいカードがもらえるんだしさ。まあいっか。分かったよ。それじゃあ早く完成させて戻ってカードゲームやろうぜ。完成だ。僕は十九回。え？私は20回以上かかったけど。俺はたったの18回だぞ。悪くない結果じゃ。どうやらお前たちはルールに慣れてきたみたいじゃな。では今度は難易度を上げるぞ。塔の高さを5層にする。もう一度やってみんか。またやるの？せっかく来たんだし、やってみようぜ。一層を増やしただけなら、そんなに難しくならないだろう。どういうことだよ。もう30回くらい移動してるのにまだ完成しないぞ。私はもうすぐ完成よ。今回は私の方が早いみたいね。完成だ。全部で35回。え、いつの間に？このスタックの塔っておもちゃ、遊んでみるとなかなか面白いね。その調子じゃ。最後にもう一回やるか。今回はさらに2層増やして7層にするぞ。マムド、ここに残りの紙切れがあるんじゃが、お前たちもやってみないか？こんなに簡単なおもちゃなのにこんなに移動回数がかかるなんて。試してみます。ファルザン先輩、私も試してみたいです。うむ、お前は先ほどから真面目に眺めておったようじゃが、このおもちゃの法則は分かってきたか？はい、少しだけかもしれませんが。推測を証明するために一番いい方法は実験を行うことじゃ。今実践すればよい。はい、ファルザン先輩。うむ、旅人に残された紙切れが足りんようじゃ。じゃがその様子だと容量は分かったようじゃな。では塔、7層のスタックの塔を解くには最低どれくらい動かさねばならんか？惜しい。近かったがの。まあ、スタックの塔を初めて見たにしてはよく見抜いたと言えよ。実際の数はあやつらの努力次第じゃ。この小さな円盤を移動すれば大きな円盤をその上に積み重ねられなくなるのか。必要な移動回数は予想よりもかなり多いですね。これが何回目なのか
もうわかんなくなってきちゃったぞ。やり直してもいいか？急に難しくなってきたね。うん。解けましたよ、ファルザン先輩。合計で127回です。そんなにかかるのですか？たった7層なのに。スタックの塔の層が増えるたび、考えないといけない移動の順番がより複雑になるんです。そうすると必要な移動回数は少なくとも2倍になります。正確に言えば2倍足す1じゃ。上出来じゃぞ。チーク玩具だからといってその裏に隠された法則を無視しなかったの。仕掛けの複雑さは目に見える部品の数によって決まるものではない。部品間のつながりや全体的なことに関わってくる法則も仕掛けの一部なんじゃ。なるほど。だからファルザン先輩はノートで、どんな未知の仕掛けも軽んじてはいけないと強調されていたんですね。おお、つまり構造が簡単なおもちゃでも合理的な法則を定めれば複雑な遊び方ができるということですね。その通りじゃ。スタックの塔で応用した法則は古典ギミック術の中では最も簡単な類のものに過ぎぬ。少し時間はかかるが、似たような仕掛けを一冊のしおりにまとめてやろう。そうすればどのおもちゃが一番人気かを確認するため、私有しに来る者たちにしおりと私有用の紙を配布できるじゃろ。他のおもちゃもあるの？いつ遊べるんだよ。うむ、2日くらいかの。アニス、もし時間があるならば絵の手伝いをしてくれぬか？もちろん、光栄です。2日か。それだけあればより多くのボランティアを集められます。その時には最終的にどのおもちゃを生産するか決めるために、ここでより大きな発表イベントを行えるでしょう。よろしくお願いします。人が多いほど集まるアドバイスも増えるわけですから、人が大いに越したことはありません。今日は付き合ってくれてご苦労様じゃったの。先にお前を送るとしよう。まさかファルザン先輩から指導を受けられるだなんて、なんと光栄なことでしょう。あ、でも先輩はきっと絵の協力は指導とは言わぬとかおっしゃいますから、先輩に言ってはダメですよ。さすが教練員の大先輩ですね。正直初めはこんなに若くて頼れないんじゃないかなって思いましたよ。あ、このことは先輩に聞こえないようにアニスさんから注意されましたので。
ハルザン先輩が妙論派に来てくれたらいいのに。今回の作品、きっと子供たちに喜んでもらえるはず。では、わしはこの辺りで。時間があれば、ティナリとコレインによろしく伝えておいてくれ。こちらのことが終われば、できるだけ早くパルディスディアイに行く。なぜわしは妙論派に移籍しないのかと聞きたいんじゃろ。実は一部のうぬぼれたやつを除けば、やつらの研究方法や内容には特に文句はないのじゃ。知識そのものに正誤はあっても貴賤はない。学者たちはみんな基地の領域の中で未知なる領域へと向かって片隅を掘り起こそうと全力を尽くしておるのじゃ。どの方向に向かって掘り起こされた端っこだろうと、全ての学者にとってそれは前進の一歩じゃ。今言ったことはわしにとっても同じじゃからの。たとえ今わしの研究が役立たずと言われていても、正しい知識でさえあれば将来いつか役に立つかもしれん。それは誰にもわからんことじゃろ。そもそも役に立つ役に立たないという概念で知識を評価すべきではないんじゃ。わしが古代文字を解読していた時にしたって、それが後の妙論派にとってこれほど役に立つものとは思っとらんかった。じゃからクシャレワー学院に移って役に立つ研究などをする必要もないんじゃ。シロン派に残った方がわしが使う研究材料もより簡単に手に入るしの。ふむ、まあ妙論派が提示してくれた経費の額はシロン派ではなかなか手に入らんのじゃがな。そういえば、もし今回の共同研究がうまくいけば、わしはシロン派を避けつつも直接教令院に経費を申請することができるのではないか。思いつくことは確かにたくさんある。アニスの協力があれば2日で十分じゃろ。じゃが、しおりの挿絵と文をどのような感じにするかはまだ考え中じゃの。うむ、そうじゃな。知識普及も知育の一環じゃ。正確に詳しく書けば子供たちに仕掛けの知識をよりよく普及させられる。そうすればわしが学生を募集するのも容易になるはずじゃ。感謝する。参考にさせてもらうぞ。2日後にまた会おう。
らっしゃったんですか？こちらはちょうど会場設営の準備中ですよ。今回はアジャンタ彫刻展が連れてこられそうな人たちはみんな連れてきました。きっと賑やかになりますよ。何せわしの傑作が発表されるんじゃからの。教練員の者がまだ文句を言えるものかどうか見てやろう。要約すると、台座装置の24種類のバリエーションはそれぞれの主要な遺跡で広く使われておるということじゃ。よし、では次のページに移って元素石碑の基礎設計を説明するぞ。まだ終わらないの？眠くなってきたよ。読めないし、聞いてもわからないし。こんなものたちが本当におもちゃと言えるんでしょうか？子供を遊ばせるために購入しちゃったら危ないかな。その、ご来場の皆さんには私有用の紙も用意しております。ファルザン先輩が紹介してくださった仕掛けに興味があればぜひ試してみてください。全然面白くないんだけど、他のものはないの？帰って七星召喚をやりたいな。やっぱりやめておきましょう。誰も興味を持っていないようですし。さっさと帰って子供の面倒でも見よう。そんな、アドバイスどころか残って試したいという人すらいないだなんて。申し訳ありません、こちらの失策でした。いや、お前は意見を言ったまで、採用したのはこのわしじゃ。アニスもあくまでもわしの意向に沿って行動してくれただけ。今回の損失はなんとか補ってみせる。時間をくれ、しおりを書き直そう。その取り込み中のところすまないが、あんたがこの冊子の作者なのか？お、そうだが、お前は？あれ、あなたは先ほど人混みの中に立っていらっしゃった体の強そうなお方。俺ってそんなに目立ってたか？まあ、おもちゃと関わりがありそうな人間に見えないのは確かだろうが。自己紹介させてくれ。俺はスメールの冒険者協会で支部長を務めるカマルだ。冒険者協会の支部長がどうしてここに？私たちに何かご用でしょうか？実は旧友を訪ねてオルモス港に来てたんだけどな、途中であんたらが配っていた冊子を見かけてちょっと寄ってみようと思ったんだ。その冊子を増刷して冒険者協会に売ってくれないか。それからさっきの紙切れも試作品を作れるんだったか。それもいくつか欲しいんだ。冒険者協会がこんなおもちゃを何に使うんですか？あんたらにはおもちゃのように見えるだろうが、
遺跡とギミックを扱う冒険者たちにとってはこの冊子は宝物だぞ。うちの協会には本が苦手なメンバーが多くてな、ギミックの解き方ってのはほぼ口伝えでなきゃ伝わらないんだ。教練員が書籍を自由化したが、奥が深そうな本を読むなんてことは奴らにとっちゃやっぱり無理な話だ。ああ、このしおりほとんど絵ですものね。うむ、何せ子供に見せるもんじゃからの。子供にはちっと難しいかもしれんが、冒険者にとってはちょうどいい。あとはそっちの紙切れも、紙の私有品か。それを木で作って実演すれば、文字が読めない人でもなんとなく分かってくれそうだろう。ゆくゆくは各拠点に模型を置き、冒険者全員に冊子を持ち歩かせる。そうなればもっと安全に遺跡を探検できるってわけだ。なるほどな。あはん、わしの言った通りじゃろ。正しい知識でさえあれば将来いつか役に立つかもしれんとな。冒険者協会にギミックの模型を作る、進める価値のあるビジネスのように聞こえますね。申請の再提出が必要かもしれませんけど、大した問題はないはずです。何しろ遺跡探索の安全問題も教練員が頭を抱えている議題の一つですから。なら早速最初の注文について話し合おうぜ。そうだな、うちが出せる予定の手付金は、この額だ。私はこの辺りで、時間があればティナリとコレイによろしく伝えておいてくれ。こちらのことが終わればできるだけ早くパルディス・ディアイに行く。アニスか、付き合いが長いわけではないが、あの子にはいい印象を抱いておるよ。目先の利益を焦るという近年の傾向にも惑わされず、心を落ち着けて物事の背後にある法則を観察できるやつじゃ。この2日でしっかり教えてやらんとな。どれだけ身につくかは結局本人次第じゃが。それはあの子が興味を持っておるのはギミック術の応用の方じゃろう。わしが教えられる古い知識もあるが、将来のことを考えればクシャレワー学院にいた方がより簡単に学びたいことに接することができるじゃろ。わしのギミック術研究もある意味では古代文字解読の副産物と言える。
現代の仕掛けを学ぶつもりでわしの弟子になられても、それはわしにとってもあやつにとっても最適解ではない。じゃがもしこの2日間であやつが古代文字の解読にも興味を示してくれたとすれば話は別じゃ。学生を一人抱えられたら、シロン派のやつらがわしに経費を出してくれぬ理由も一つ減ることになる。そういえば、もし今回の共同研究がうまくいけば、わしはチロン派を避けつつも直接教令院に経費を申請することができるのではないか。思いつくことは確かにたくさんある。アニスの協力があれば2日で十分じゃろう。じゃがしおりの挿絵と文をどのような感じにするかはまだ考え中じゃのう。うむ、そうじゃな。しおりの内容を理解できる者が誰もいなければ、内容がどれだけ充実しておっても意味がない。簡単に面白く書けば子供たちに仕掛けの知識をよりよく普及させられる。そうすればわしが学生を募集するのも容易になるはずじゃ。感謝する。参考にさせてもらうぞ。2日後にまた会おう。いらっしゃったんですか。こちらはちょうど会場設営の準備中ですよ。今回はアジャンタ彫刻展が連れてこられそうな人たち。そんなわけでこの小さな仕掛けを使えば、杖の先からスメールローズが出てくるんじゃ。あ、そうだったのか。何もないところから出てきたと思ったよ。すごい仕掛けだね。もっと大きい仕掛けにすればウサギちゃんも出られるんでしょ。それだったら杖じゃなくて帽子とかを使った方がいいんじゃない。うむうむ、一つのことから類推して他のことを知ろうとする、悪くないぞ。それでは次のページに移ろう。この折り方で鳥を作ればより安定して遠くまで飛ばせられるんじゃ。紙一枚でもギミックを作れるんだ。ふん、仕掛けの裏にある法則はそれを形作っている部品よりももっと重要なことなんじゃぞ。いいですね。私も遊びたくなってきました。おもちゃにはさほど興味がないけど、子供の成長に役に立ってくれるなら。ご来場の皆さん、ここには私有用の紙や製作の材料もありますから、ぜひ試してみてください。そこまで用意したんですか。じゃあ今すぐ試してみます。おじいさん、僕たちのおもちゃがなくなるじゃん。
大丈夫ですよ。いっぱい用意してるんですから。皆さんもぜひご意見をお寄せください。今度は俺の鳥が一番飛んだぞ。ファルザン先生、紙の鳥をキャシュ殿より遠くに飛ばす方法はないの？まずは先輩と呼ぶんじゃ。先生と呼んでくれるのはもう少し先でもいいからの。こことここ、このいくつかに細かく気を配るんじゃ。こうして、さあ試してみるがよい。本当にもっと飛んだ。ファルザン先輩、教練員では髪の折り方を教えてくれるの？もちろんじゃ。学者になれば知りたい知識を心ゆくまで探求することができるぞ。その時、もしお前たちが希望するなら、わしの生徒にしてやってもかまわんぞ。でも、お父さんとお母さんから聞いたけど、教練員には6つ、いや、7つの違う学院があるでしょ？どの学院に入ればこのような知識を学べるのかしら。ギミック作りとか髪の鳥の折り方とか。それは少なくともハルバタッド学院ではないと思うが。俺聞いたことあるぞ。ミョーロン派のクシャレワー学院に入ればいいんだ。ぐにゃん。将来俺はミョーロン派に入ってもっとすごい髪の鳥を作るんだ。僕はもっとすごいギミックを作りたい。実はミョーロン派以外の学院にもそれぞれの得意分野があるんじゃぞ。例えばチロン派。なぜこんなことに。でも、もし自分が好きでもない学院に入ったら、好きなことはもう学べなくなるんじゃないの？そんなことはないぞ。ほれ、わしはチロン派の学者じゃが、ギミック術のこともたくさん知っておるじゃろ。学者が知識の追求を制限できるのは本人の心の中にある限界だけじゃ。ん？お前にはわかるか？よくわからない。気にするな。さて、まだ時間があるが、仕掛けについてもっと聞きたいか？ではもう一つ教えてやろう。台座装置と元素石碑に関するお話じゃ。Thank you.
ってきたのか。砂漠での旅は順調だった。あれ、ファルさん先輩は？そっか、ファルさん先輩にはまだやるべきことがあるんだ。まさかラエッドが裏でこんなことをしてたなんてね。君たちが無事でよかったよ。ファルザン先輩が戻ってきたらカカタは治るよね。ただいま。むむ、誰も迎えに来てくれんのか。私たちはここだよ、ファルザン先輩。ならばよい。ほれ、これが砂漠から持ち帰った部品じゃ。カカタに装着すればすぐ元気になるはずじゃぞ。これが古代文明の産物なの？本当に不思議だね。ラエッドみたいな外道の手に落ちなくてよかったよ。外道？ふん。お前は奴らに事情を話したのか？そうか、感謝する。後のことはまた後ほど話そう。なんでもない。ナイトとやつの犯罪証拠はすでに教練員に送ったからの。やつらはしばらくそちらに手一杯で、わしらを煩わせに来る暇はないじゃろ。では早速カカタの修理に取り掛かろう。これ手を貸してくれぬか。はい。元気になってよかった。でも治ったと言ってもちゃんと休憩は取らないとダメだからな。先輩はカカタを治したと思ったら出て行っちゃったよ。君に用事があるみたいだったけど、まあ君たちの間のことだし深入りはしないでおくよ。けど何か手伝いが必要だったら遠慮なく言ってよ。全部丸。ハルさん先輩、何か悩み事があるみたいだ。うん、今はそっとしておこう。これからはカカタと一緒にパトロールできるかな。これからはカカタと一緒にパトロールできるかな。あの人たちにはもっと役に立つ人を推薦してほしいです。来たか。タミミのことじゃが、秘密を守ってくれてありがとうな。それを言ってもなお、奴らが単純にカカタのために喜べると思うか？たとえ最後には部品を受け取ってくれたとしても、心にわだかまりを抱え続けることになるじゃろう。過ぎ去ったことが今の人々に影響を与え続けることは望んでおらん。自分にも他の人にもな。
構わん。とっくに慣れておるわ。懐かしい人々に関する情報はもう一生手に入らんと思っておった。皆がどんな様子をしておったかも、わしの記憶の中でだんだんと薄れていく。だが、タミミが届けてくれた手紙のおかげで、再びそれを思い出すことができた。皆、わしのことを一度たりとも諦めてはおらんかった。それで十分じゃ。過去に囚われてしまえば、それこそ皆の善意を裏切ってしまうじゃろ？先生も母も、きっとそのようなことは望んでおらぬ。それに、今こうして、お前はわしの話を聞いてくれておるではないか。パルディスディアイの夜景はいいものじゃ。散歩に付き合ってくれぬか。ティナリとコレイには、カカタの状況が安定してから、またきっかけを作って伝えるつもりじゃ。今は、もう少し、秘密を守っていてくれるか？ありがとうな。100年前にも、100年後にも、わしのことを心配してくれて、思ってくれる者がおるんじゃな。そう考えてみれば、わしも随分幸運に恵まれたもんじゃ。そう思わんか？残念なことが一つあるとすれば、戻ってきたばかりの時、誰も先輩であるこのわしを訪ねてこなかったことじゃな。うむ、ただいま。なあ、この大きなパルディスには何が隠されてるんだ？